はい、こんにちは、レッドスノームです。今回なんですけども、車線制限の中の道路車線制限について解説いたします。車線制限っていうのは、車線を使って高さを制限するものなんですね。で、まあ、今回は道路車線制限なので、まあ、道路に関する話なんですけども、まあ、これっていうのは道路の日照だったりとか、まあ、日当たりですねとか、通風、風通し、これを確保するためにこういった道路車線制限というものがあります。で、これちょっとこちら図見ていただいた方が分かりやすいと思います。ここに敷地があります。建物を建てる敷地があって、ここが道路ですね、道路部分。これ横から見ていると考えてください。横からで、このように建物が建っているという話なんですけれども、道路車線制限っていうのは、ここに建物を建てるとしたら、この前の道路の向こう側ですね、奥の端、ここから一定の傾斜勾配を使って線を引いてきます。斜めの線を引いてきます。まあ、これが車線ですね。車線、この車線よりも高い建物を建てちゃダメですよ。まあ、高い建物っていうか、建物がこの部分を出ちゃダメですよってことですね。例えばこの角がこうやって上にこう出ちゃってたって言ったら、これダメだってことなんですよ。この車線よりもちゃんと低くしてくださいねという話なんですね。で、ここ適用距離って書いてあるんですけども、この適用距離って何かっていうと、この道路の端っこから一定距離のところまで離れた場合は、ここについてはもうこっからは車線は関係ありませんよ、つまり高さの制限は関係ないですよっていうのが適用距離なんですね。適用距離を超える部分については高さ制限ないですよ。道路の端から見て、例えばこれ適用距離って20メーターから50メーターの中で指定されているんですけども、まあ、例えば20メーターだったと仮定すると、この道路の端から20メートルを超えたこっち側については、建物の高さについては制限ありませんよ、っていう話です。で、この車線なんですけども、この傾斜の勾配、角度については、この道路の端から1メーター行ったら 1.25 メーター、もしくは 1.5 メーター上がった、この角度なんですね。まあ、どちらかです。で、これについては、住居系の用途地域であれば、1行って1.25っていうような勾配なんですよ。一方で、住居系以外の用途地域については1に対して1.5上がる勾配なんですね。まあ、逆で言ったら1行って1.5下がる、まあ、この勾配ですね。この勾配、このような違いがあります。なので、まあ、どっちが車線制限厳しいかって言ったら、住居系の方が厳しいんですよ。1行って 1.25 しか上がらないってことは、この角度が低いんですよね。こういう角度になるってことは、高さ制限厳しいじゃないですか。この角度だった場合、もうこの建物、もう違反してますよね。車線制限にこれ違反してますよね。この部分出っ張ってるので。で、1.5 にするとこうなるから OK みたいなイメージです。どうでしょうか？イメージできましたでしょうか？で、宅建試験では、この部分については、細かい部分については、あまり出題されなくて、出てくる部分で言うと、どこで適用されるかっていうところなんですよ。で、道路車線制限っていうのは、すべての用途地域で、まあ、適用されます。まあ、今言ったように、住居系の用途地域だったら、1行って 1.25 の勾配。住居系以外の用途地域であれば、1行って 1.5 の勾配。まあ、これもですね、細かい内容で、まあ、ほぼほぼ出題されないんですけども、まあ、頭に入れておくのであれば、このあたりは頭に入れておいてもいいかなとは思います。まあ、一番重要なのは、これですね、すべての用途地域で適用されるんだと。まあ、いうことです。ここについてはしっかりですね、頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。